ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈み、この世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 Be Free。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。あのね、大変なことが起きました。大変なことといっても悪いことではなく良いことです。グッドスイングスですけども、あのアメリカズゴッドタレントというアメリカのオーディション番組を皆さんご存知でしょうか。あのですね、最近で言うとデビューをされたトラビスジャパンが出演をして、それでかなり、ね、好評もいただいたものがありましたが、あれは結構日本人もね、いろいろ出演をされていまして、例えばユリアン・レトリーバーさんだったりとか、あとタンパリン芸人のゴンゾーさんってご存知でしょうか。あのその方とかも出たりして話題をさらったりなんかしたわけで、で、エビナーさんでよろしかったかな、優勝された方もいらっしゃいますね。2013年か14年あたりだったような気がいたしますが、とにかくそういうものがあって、それがジャパンズゴッドタレントっていうものもやるっていう話がまあ前にありましてね、そんなに注目してなかったんですよ。オーディション番組もね、いろいろやるし、実際その、まあ、この間動画にもさせていただいたボーイズプラネットであったりとか、アイランド2だったりとか、まあ、K 君が出ていた、ある意味ボーイズグループにハマるきっかけを作ってくれたオーディション番組、アイランド、はい、その2は女性だったかな。で、それからあの、二次プロジェクト男子版もやるとかね、いろんな話もあって、まあ、言うてジャパンズゴッドタレントを見てる暇ないだろうなーって思ってて、でまあ言うてみればね、 BMSG だってオーディションやるかもしんないなんて思っていて、まあ実際そのオーディションというかオーディションドキュメンタリーという形でやるっていうのがあって、よっしゃって思ったわけですけど、まあそれはまだオーディションというかね、ドキュメンタリーなのでもう決まっているものですけど、それでジャパンズゴッドタレント、まあ面白いかもしんないけど なかなか見る時間ないかもねって思っていたんですけど、見なきゃいけないことになりました。あのリンク貼っておきますけど、スカイハイ社長が、あのいわゆるあの番組自体に誰かを推薦してっていう形の方があるらしいっすね。詳しくないんですけど、でアベマ TV の方のツイッターでスカイハイ社長が推薦をしている動画がショート動画とともに上がってました。 BMSG トレーニールイ君、ルイ君をジャパンズゴッドタレントにあの出演というか推薦をするっていうことで、どんな感じになるのかわかんないんですけど、予選とかがあって、そこに残んないと審査員の前で、確かあれっすよね、ダウンタウンの浜ちゃん、浜田雅俊さん絡んでますよね。ダウンタウンと浜ちゃんとルイ君絡む可能性あるか、やばくないですか。やばいですよね。まあまあまあ、とにかくそれに出るということで、そうなってくるとまあやっぱね、あのまあベスティの方もそうだし、あのスカイハイ社長コア君、翔太君、エディ君推しの方もそうだろうし、あとマーゼルね、ラン君たちのグループ推しの方もいるでしょうし、まだこのまあそのグループはまだ始動してないけども、まあいろいろいますが、やっぱりルイ君は私たち BMSG 推しの人たち全員のルイ君ですからね。うん、だからまあ見守るしかないでしょうね。私たち全員の弟であり、私たち全員の息子であり、場合によってお兄ちゃんとか見るかもしれないけど、私の動画見ている方にルイ君の年下の人はあんまりいないと思うけど、でもちょっとはいるみたいですよ。あのアナリティクスで見えるんでね、まあそれはいいんですけど、でまあとにかくルイ君が出るということで素晴らしいなと思いまして、見るしかないなと思いました。でですね、一応そのアメリカズゴッドタレントじゃないですね、ジャパンズゴッドタレントのアベマ TV での番組があって、11月27日に出演者発表スペシャルみたいな感じのものがあったんですよ。でもその時に話題になっていないので、ツイッターを逐一チェックをしているので、レスティの方とか雑草民の方であれば絶対どなたかが言ってるはずなんで、そこの映像には映ってない可能性ありますけど、まあちょっとね、それも見てみたらいいんじゃないかなって思いました。オーディション番組っていうと、まあやっぱり日本でもいろいろやってて、YOSHIKI さんのも今やってるけど、まあ言ってやっぱね、韓国のものっていうのが最近やっぱすごいですよ。でもアメリカとかね、他の国のものもあるし、
だからそこの部分でアメリカというかね、アメリカズゴットタレントの日本バージョン、まあ、だから実質はアメリカのものじゃなくて日本のものでプドゥ、まあ、いわゆる韓国のプロデュース101シリーズが日本で日本版プドゥ、通称日プっていう形になって JO1INI がデビューっていう形になったわけですけど、まあそんな感じですよね。あの向こうのものを、海外のものを日本でっていう形、それの第一弾、まあ第一弾だしどんな感じになるかわかんないですけど、まあ楽しみですよっていうことです。なのでルイ君が、ね、どうなんですかね、もう出るの決まってんのか、予選勝ち抜かないと映像としては残んないのかっていうのも本当わかんないんですけど、ただルイ君を推薦したっていうことは間違いがないようですね、っていうことなので、トラビスジャパンなんかはね、アメリカの方のそれで結局向こうのユニバーサルに目がね止まってというか、それでデビューにね、なったっていうところもありますから、あのジャニーオタの後輩が職場におりまして、トラビスジャパンさんも結構もうガンガン言ってますけど、結果あれもアメリカに渡った時は本当何も決まってなくて、たまたまそのたまたまっていうか彼らの努力があって、それでユニバーサルが見つけてくれたのでデビューができたみたいな、偶然の賜物だったというか運が良かったっていう、まあその運っていうのは彼らの努力と実力っていうものも含めての運があったからっていう話もあるけど、でもいずれにしてもその本当にそういういろいろな夢っていうものにつながるものなんですよね。いわゆるその脱落生オーディションとかそういうものってよりは、その審査をされてそこで合格失格みたいな感じのものが決まるタイプのもので、そうっすね、だからアメリカズゴットタレントの YouTube とか多分ね上がってるんで、皆さんもよろしかったら見ていただいたらいいかなって思うのと、まあその意味でも楽しみでやるというところで、アベマ TV なんですよね。アベマ TV は皆さんご存知かどうか分かりませんが、あれテレビ朝日系列なんですよ基本的に。だからテレ朝関連のまあコンテンツがたくさん上がってるし、あとはその無料でも見れるっていうところがあるのがいいですね。昔のものとか、あと番組によってはある程度進んでいったらこっからは有料ですみたいな感じになることもあるんですけど、基本的には結構無料で見れる番組も多くて、まあいいことだなって思ってますけど、そこにだから結構やっぱ最近 BMSG も絡んでこれるなっていうところで、どうもそのテレビ局の中で民放局の中でどうしてもテレビ朝日は BMSG に絡めないなっていうところがあるんですけど、言うてテレ朝の上層部とかでも BMSG は、これ大人の話ですけど、大人の話、 BMSG と絡むとお金になるだろうっていうのは絶対わかるんですよ。それはわかりますよね。でもなんか多分それこそなんか大人の事情があって、うまいことその報道番組に出させてもらえなかったり、名前はあえて言いませんけどもって言わなくても分かりますでしょうけども、なぜかあの音楽番組出れないとかいろいろあるんですけど、じゃあアベマ TV で絡もうかって話かもしれない。うん、その方がもうむしろいいかもしれないですよね。アベマ TV ってまあザストというかザファーストは Hulu ですし、まあ基本その私が取り扱っていただかせていただいている、日本語おかしいな、私が取り扱わせていただいているオーディション番組、最近はほんと Hulu 系列ばっかりなんで、なんかオーディション番組 Hulu のイメージある皆さんもいらっしゃるかもですけど、やっぱ ABEMA TV はオーディションといえば ABEMA TV みたいな、日本のねだったっすよね。それこそその韓国のオーディション番組もそうだし、それからあのラップのオーディション番組とかもあったりするんですけど、それもそうなんですよね。で、まあ、今回アメリカズゴットタレント、ジャパンズゴットタレント、間違えるな、ジャパンズゴットタレントですから、そう、まあこれ気にしてね、ちょっとこの、まあ、BMSG もアベマと絡むことによってそっちにも進出していければいいなって思ったりはするんですよね。うん、で名前はあえて言いませんけど、もう多分あの番組も無理でしょうと思います。なんかやっぱスポンサーの絡みとかね、制作部の絡みとかね、どうしてもやっぱあるっぽいっすよね。無理じゃないかなっていう。うん。しょうがないっすよ、それはね。だから、ま、アベマ TV で
絡めるならいいかなって思ってます。っていうところ、まあそれはまた話がちょっとずれましたが、まあルイ君ね、アメリカズゴッドタレント、ジャパンズゴッドタレント、すいません、本当間違える。ジャパンズゴッドタレント、出れるというか、まあ推薦したっていうことで、スカイハイが、ルイ君もオーディションかなっていう。で、それが2月に始まるようなので、ちょうどさっきちょっと話にも出しましたが、ボーイズプラネットと少し、被るところで、で、ミッションミッションが、1月13日に始まって、あのね、マーゼルのオーディションドキュメンタリーで、そのミッションミッションがある状態でアメリカズジャパンズゴッドタレント、ほんとすいませんジャパンズゴッドタレントの方で、まあルイ君も出るのかな出ないのかななんて思いながらミッションミッションを見るというその流れが来年できましたね。こうなんていうか BMSG から目を離すなよっていう、俺たちから目を離すんじゃないぞっていうね、そういう感じの部分なのだろうなと思って、まあもともと目を離すつもりはございませんが、そういう感じなのかなって思いました。まあ私はボイズプラネットを見る予定ですがね、見るもの増えたけど頑張る頑張るというか私が見るだけですからね、本当に頑張るのは彼らなんでね、っていうふうに思います。まあ、皆さんも時間を見つけていろいろとチェックしていただければと思いますし、まあ当然そのジャパンズゴッドタレント、ルイ君の出るやつもチェックするのもいいでしょうし、さっきも言ったかな、概要欄にその、アベマ TV のツイートと、それからアベマ TV の方の、出演者発表スペシャルみたいなやつ。無料会員でも多分ね、見れるはずなんですけど、私、そのプレミアム会員入っちゃってるので、無料会員の感じのやつって分かってないんですけど、おそらくさすがに最初は見れるはずなんで、ちょっと見ていただいて、こんな感じなのかなっていうのとかも、見ていただけるといいのかなって思ったりしております。はい。というわけでね、我らが BMSG トレーニー、ルイ君の、晴れ舞台になるかどうか、そしてどういう評価を彼は得ることができるのか、非常に楽しみになりました。はい。という感じでご報告させていただきました。はい。では、よかったらチャンネル登録お願いいたします。では、失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。